みなさん、こんにちは。ソリータナシコとユニです。はい、ということで今回ですね、私たちの今回の夜ご飯を大きなスーパーでね、お使いをしていきたいと思います。はい、ユニちゃん、買えますか？で、今日はね、しーちゃんが4年生で、ユニが2年生なので、ちょっと難しくしたいと思います。もう私、お茶回しかじゃない。そうだよね、もう10歳だもんね。じゃあ今日の、あ、そっか。じゃあ今日のお使いは、スペシャルで、あいうえおのつく食材で、今日の夕ご飯を考えてください。あ、自分たちで考えるのね。そう、何々と何々を買ってきてみたいな。え、あいうえおじゃないとダメなの？そう、だから最初にあがつくもので一つ買って、アイスしか思いつかない。さあ、夜ご飯アイスになっちゃうよ。嫌だな、それもね。デザートアイス。あれ、なんか嬉しそうだよ。やった、夜ご飯アイスだ。今アニメを。じゃあ、うが、お、違う、おがオレオにしよう。そうすれば、オレオが続けてる。アイスとオレオでお菓子になっちゃう。アイスはお菓子じゃないよ。そうなの？デザートって。デザート。時間制限とかないですか？時間制限はないです。時間制限すると欲しいから。でも普通にゆっくり考えてる。じゃあママとパパはいないからね、2人だけで作り場で。分かった。考えるんだよ。そして早速やっていきたいと思います。レッツゴー！大丈夫だよ、ルミ。ミミ絶対うまいもの。ならない。いるよ、私、ミーが。じゃあ、か、持ってて。買いたい。いってらっしゃい。じゃあ、お願いします。パン屋さんだよ。うん、パン屋さんに待ってるね、じゃあ。バイバイ。バイバイ。バイバイ。じゃあ、リミ。あいうえおだよ、わかる、何か。今日の夜ご飯だよ。あ、いいわ、いい。いい。枝豆。枝だよ、枝豆。あっから始めよ。あ。あ、何にする？なんだろうね。あでは。ひみ、あっての食材聞いたことない。すごいドアップ。あ。味わいすぎる。これはちょっと違うかな。じゃあ、あの食材探しょ。うん。お肉なんだっけ？あ、そうだ。オレオじゃなくて？お肉。肉だったら何でも買っていいのかな。待って、何を作る？何作る？作るものにもよるよ。適当にかけてママにお料理してもらう。難しいですね。ですね。粗挽きウインナーどう？あ、いいじゃん。買う？いつもこれだったっけ？あれどれだったっけ、いつも。だけど、あつかないとダメじゃない？うん。だから、粗挽きウインナー。これか。粗挽きウインナー。これでいいか。2個ついてた。これでいいよ。まず最初の青は、粗挽きウインナー。で、次を探しましょう。いいわ、なんだ、イカ、イカしか思いつかないよ。イカ。フルーツとかでもいいんだよね、フルーツ感。イだよ、イ。イカと椅子しか思いつかない。椅子。あと、いないいないバード。
いないいないばいいいだよ、いいいこっちもう、あの除菌とかのやつだね。こっちは食べ物じゃない。田舎しかも田舎いいいいだよ、いいいいいいイカ。じゃあイカがちゃう。でもアラビクウインナーにイカなんて合う？合うよ。合う？だってね、あのね、ソーセージとね、イカのね、パスタ見たことあるよ。パスタでしょ、それ。CM でやってた。CM でやってた。はい。イカ、イカにする？じゃあいいよ。スルメイカ。イカって高いかな？イカって高いか？分かった？イカって高いイカ？イカってあげれ？イカって。そうだよ。イワ？リー、こういうの大好きだよね。大好き。醤油とわさびにつけて食べるのが好きなんだよね。そう。買っていくじゃん、これ。イエーイ。イエーイだよ。イエーイ。イワイカ。うわ。うなぎ。うなぎ、またお魚行くの？うなぎ嫌だ、ミミ嫌い。私もうなぎ喉に刺さった記憶があってあんま好きではないんだ。そうだよ、ミミもさ、なんかうさぎしか思いつかない。デザート見ない、デザート。デザート今日はコショウ。なんでかきくけ子になってんの急に。なんで子になってるの。お、オオカウインナー。あーだよ。おちょっとこういうとこちゃんと見に行こう。うう、う、なんかある。うなんかあるかな。梅干し。梅干し買いに行く。うん、梅干し。梅干し、梅干しは確かあっちかな。あ、お好み焼きの子。お、お好み焼き。梅干ししかない。楽しい。リミ初めてお使い。ほんと？ごめんじゃない、ほら脇町か。あれ、梅干しってどこだ。梅干し売ってないかな。あった、梅干し。梅干しエビチリ。え、でもパパエビチリ。そっか。梅干しもこう見るとすごい、なんかすごい種類があるんだね。どれにする？ママ、いつも何買ってたっけ。梅干しママが買ってた。何買ってた。え、薄塩味とかさ、しそ味とか蜂蜜味とか、いろんなのがあるんだね。梅干し味。うわ、梅干しにします。はい、味とか分かんない。はい、じゃあ入れてください。じゃあ次、え、あいうえ。あ、うわ、うどんでもよかった。うどん、うどんにする。梅干しよりうどんの方がよくない。じゃあ梅干し買いて。リミ、冷凍食品のとこ行こう。なんでしーちゃんうどん好きなのにさ、うどん分かんなかったの。思いつかなかった。考えると思いつかないよね。そうなんだよね。どうした、冷凍食品に来ました。じゃあうどん買う。うどんいつもこの辺。あ、もっと奥だ。もっと奥、もっと奥。たぬきうどん。これにする。たぬき、たぬき、いつもこれ。多分それだと思う。たぬきうどん。やっぱり変えて。うわうわ、梅干しじゃなくてうどんにしました。
え、どうする、え、鉛筆ぐらいしか思いつかない。お菓子見に行こう、お菓子。お菓子だったら絵ありそうじゃない。うどんにさあ、イカ入れたら美味しいかも。うどんにイカとソーセージ入れて、あとね、おはお肉にするから、今日はうどんだ。おはお肉にするの？うん、普通に肉じゃなくて、お肉。お肉なの？うん、お肉なの。はいはい、わかりましたよ。絵だよね、絵。うん、君見つけちゃったんだけど。え？見つけちゃったんだけど。え？見つけちゃったんだけど。塩分チャージ。どう？いいよ。これよくない？塩分チャージ。え、だからおだよ、お。お。おは何かわかる？お。これ見たことある、パパ。しか、お肉かお寿司だよね。お肉、お肉って普通肉で、お寿司もさ普通寿司じゃないの？ねえ、一個ミルク。アイスさん、やばい、もう20分経ってる。え、お肉、お肉見に行こう。じゃあイカがいいのかな。柔らかいお肉ってなんだろう、わからない。これにしよう。これ5つ目はお肉です。揃ったので、はい、パン屋さんに行こっか。ちょっと待って、作れそう、これで。塩分のタブレットって使える？塩分タブレット使える？使えない、使えない。お、ゴール？ゴール、ゴールなんだけど、うん、分かんなかった、分かんなかった。変えた？結果は、まず、あ、でしょ、粗挽きウインナーでしょ、で、イがイカ、イカ、イカで、うがうどん、うどんで、えが塩分チャージ。塩分チャージ、しかもこれ家にあるし。それで、おがお肉なんだって。お肉、普通肉と寿司とかさ、普通さ、おつかなくないって言ったら、うん、おつくな、お肉でいいの。じゃあほぼりみさんが選んだのかな。いかも、これね、読めなかった。またこれは私が選んだ。じゃあ今日の夜はうどんだね。うどんだね、イカと肉と肉まみれ、ウインナーとお肉とうどん。これがなんと言えないね。では塩分チャージしないと。食後に塩分チャージしよう。塩分チャージしないとね。はい、ありがとう、ありがとう。これでご飯食べましょう。グミ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 ペア、そんじいらおやつだ。